今大阪でその頭角を現し、着実にその実力を示すエターナル。そんなエターナルの躍進を期待させる若手の成長。未経験で入店し、苦労の末徐々に結果を出し始める2人のホスト。今回そんな2人の合同昇格祭に密着していた中、代表の目の前でめっちゃ悔しかったし、でもこうやって一緒に頑張ってきて、その裏である事件が発生していた。その子がちょっとまあ、なんていうんですかね、借りたものを返さないっていう。あるキャストがお客様から借金をしていたことが発覚。売りかけの横領すら疑われる中、凌介支配人、魔王代表、カイトチーフによって聞き取りが行われることとなった。目の元につけるとあれなんで、ここに貼って、ここにつけてくれる。それが大体になっただけで大丈夫。その証拠見してやじゃん。あ、じゃあもう消しなくて、だんだんお父さんに飲まない。いや、いや、ほんまでない。何でしょう。ほんまでしょ。何だそれ、マジ。ここ辞めたらもう路頭に迷うみたいなのって今後も多分接していくと思うんでね。実際ほんまなんかうち入ってからもいますし、前の店なんかもう一つ昔やったんでもっといましたし、でも上に行きたいってことは最終的には男の子に飯を食わしてもらいたいって言うてるってことじゃないですか。それはそういうふうに考えてくれないところに、組織に人は残らんよな。僕もできることがあれば助けていきたいと思うんで、これからも一緒に頑張っていきましょう。お前来やすっ山ちゃんの別にありがとうございます。やっぱりここでね、多分2つの選択肢があったと思います。正直レミーと俺のどっちが滅ぶのかと、まずこれ
ペピンは、俺選んでくれてありがとうございます。やっぱ応援されるホストって最高やなと思って応援されないホストはかわいそうやなと思っています。今日は本当に感謝ですね。ありがとうございます。よいしょ。昇格おめでとうございます。僕の8ヶ月ぐらい後ぐらい入ってきて、やばい、やっぱ入ってきたなと思ったんですけど、まあ、ここまで成長してしたところを見て、僕はそこで行ってですね、もっと上を見て、共に頑張っていけたらなと思います。はい、まずはビッピーさん、ありがとうございます。で、キングとレミー昇格おめでとうございます。はい、ね、正直しんどいこともあるし、このね、昇格祭が正直思い通りにいかなかったこともあると思うんですけど、今日一日はしっかり楽しんでください。よいしょ。ありがとうございます。まずは、菊口、ネギさん、昇格おめでとうございます。そうですね、まあちょっとね、2人入店してちょうど1年で、官房さんに昇格できて、すごいいい1年やったかなっていうふうに思います。でも僕日付変わって今日でね、一段で入店させてもらってちょうど2年になるんですけど、もちろん別品のおかげもあれば、従業員、みんながいてくれたから、まあ、ここまで頑張れたかなって思ってます。ただね、まあ、僕自身今年はね、数字としてはすごく弱い1年やったかなって思うので、僕はもう死ぬ気でやっていくんで、樋口もレミも一緒に一緒にね、ああこいつら僕からやりそう。ということで、何でしょう、はい、姫、ありがとうございます。すごい、今日のイベントを見ててすごい愛されてるなってめっちゃ感じて、こんだけシャンパンをおろしていただいてるイベントっていうのもね、僕は久々に見たかなって思って、この今日の官房補佐の昇格祭がホストの全てじゃないと思うんで、これから先もっと高い壁もあるし、しんどいこともあると思うんですけど、上司がいるうちは甘えてください。はい、で、しっかり大事故させないようにするんで、で、しっかり上だけ目指してやっていってください。大丈夫、大丈夫ですありがとうございます。もう、何が先までさもう、ずっと聞くまで喋ろうね、どうしよう。いや、だからあえてレミ、あ、そういうことですね。まず、ありがとうございます。もう、入った時から僕らまだまだね、多分直さなあかんとこや成長しなあかんとかのめっちゃあると思うんで、これからも指導、ご指導お願いいたします。僕、キクは次世代の代表、そしてソーシャルメディアになれるように僕らワンツーで上がっていきたいと思いますので、トップいただきますよ。よいしょ。ホストやる前はほんまにサッカー選手として目指してたんですけど、まあ、大学のみんなに俺はホストやるって言って、まあ、お前なんか無理だって
もうほんまに言われて、1年ほんまに苦しい思いして、やっと一歩目が踏めたかなって思ってます。こうやってほんまに情けない、もう何にもできないキクをね、ベピンは価値を生み出してくれたと思ってるし、ほんまに感謝しかないんですけど、やっとこうやって代表の目の前で、みんなの目の前で結果が出たかって思います。これからも不甲斐ない俺ですけど、優しくしてくれたら嬉しいと思います。ありがとうございます。よいしょ。一緒に頑張ってきて、次の副主任とか賞の無罪は絶対に成功させようって強く思いました。そしてここまでついてきてくれた姫、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。従業員、僕めっちゃ好きっす。キグ、いつも嫌とか嫌いとか言っとるけど、お前めっちゃ好きやね。よいしょ。2人はあの入店月も変わらなくて同じぐらいで、2人とも最初入店当初はやっぱあの席に着かせていただくような席もなくて、いや NG をすごいたくさん食らってたんですけど、なんか今日改めて見たらすごい愛されてるなと思って、彼らの人柄やと思うんですよね。でもそのちょっと変わってるんで、やっぱり癖のある子たちなんで、あのやっぱ最初に食わず嫌いをされがちというか、その最初に苦手意識を持たれがちなんですけど、いざ人柄を知っていったらむしろいいところしかなくて、人柄はそう感じてます。で、あの新しい世代として未経験から入った中で、今回昇格者としてこのお店を次世代で盛り上げてくれる2人だなっていうふうに僕は感じてます。彼らなりにすごい頑張ったんだなと思って、それで言うとキクの方はタワーがあったと思うんですけど、もう片方のレミーの方はなかったと思うんですけど、僕前日に結構話したんですよ。今は悔しい思いしろって言ったんですよ。で絶対それは後々の糧になるからっていう話をして、だから悔しい思いしたと思います、すごく。だからそれが姿にも現れてたなってすごい感じてて、何が良かったかというと、もう一人のキクの方もやっぱり同じ感情でいたんだなっていうのがすごい感じたんで、それは今日のすごい良かった点だなっていう、それこそ人柄がなせたものなのだなとは思います。その女の子に気持ちを汲み取ってもらえたっていうのは、普段から彼があのちゃんと伝えてこれたからだなと思いますし、ちゃんと行動やったり言動ができてたからだなと感じます。彼はレミーに関してはやっぱ見え張りなんで、すごいあの自分を結構犠牲にしちゃう瞬間があるんですよね。まだ犠牲にするのは早いよっていうのは昨日も伝えたんで、
すごいいい部分ではあるんですけど、まだ大丈夫だよっていう。ただ彼の人柄もちゃんと女の子には伝わってるんだなって感じました。今日トラブルを起こしてしまうキャストがいる一方、懸命にその成長の姿を見せるキャストたちもいる。昨今さまざまな問題が取り沙汰されるホスト業界で、在り方を模索しながらエターナルは成長していく。